デジタルテスター抵抗の計測 DT830B 激安テスターで、抵抗を測る、というのを実際にやってみたいと思います。100オーム、1キロオーム、15キロオーム、1000キロオーム、これは1メガオームですね。5つの抵抗を用意しました。抵抗を測るときには、それに合う適正なレンジを選択して測る必要があります。それでは実際に計測してみます。最初にまず、この100オームの抵抗の計測をしてみたいと思います。100オームの抵抗を計測する場合は、この、レンジが200、抵抗を計測するのは、ここからここまでのオームというゾーンのレンジに合わせるんですが、200オーム、2000オーム、20キロオーム、200キロオーム、2000キロオーム、これは2メガオームですね。というレンジがあります。この中で100オームの抵抗を測るときには、この200オームというレンジを選択するのが一番いいです。ちなみにデジタルテスターのこの200というのは、200オームまで測れますよというそういう設定ですので、この200オームのレンジを選択していると、200オームを超える抵抗は測れない。同じように、2000オームのレンジを選択していると、2000オーム、つまり2キロオームを超える抵抗は測れないということになります。これは後で実際にやってみようと思います。まず最初に、100オーム。この抵抗を測ってみたいと思います。まず、200のレンジをテスターで選択します。200オームのレンジを選択しました。100オームの抵抗を測ってみます。97.5 オーム。はい、かなり100オームに近い、数字が出ていますので、正しく計測できています。ちなみに、この100オーム、今は200オームまで測れますよというレンジでやっています。ここで1キロオームを測ると計測できないはずなんですが、その場合には、この1エラー表示、この1というのはエラー表示なんですが、エラー表示のまま計測できませんということになります。はい。それでは、1キロオームを測ってみたいと思います。1キロオームを測る場合は、今言いましたように、この200オームのレンジでは測れませんので、2000オームのレンジに切り替えてみたいと思います。今、2000オーム、つまり、2キロオーム、計は1000を表しますので、2000オームのレンジに切り替えました。1キロオームの抵抗を計測してみます。976。1キロに対して976オーム。1000オームに対して975、6オームなので、誤差はそんなに大きくなく、正しく計測できていると思います。はい。ちなみに、この、2キロオーム、2000オームの状態で、100オームの抵抗を測るとどうなるかっていうのをやってみたいと思います。98オームを表示しています。まあ、この状態でも100オームの抵抗を98オームという計測ができるということが分かりました。
続いて次は15キロオームの抵抗を測ってみたいと思います。15キロオームの抵抗を測るときは、20キロオーム、20キロオーム、このレンジを選択するのが適切だと思います。切り替えてみます。20キロオームのレンジを選択しました。15キロオームを計測してみます。14.49、 はい、正しく、まあ15キロに対して若干の誤差ありますが正しく計測できていると思います。はい、これで次に1000キロオーム、1メガオームとも言いますが1000キロオームを計測してみたいと思います。ちなみにこの今20キロオームというレンジで1000キロオームを測ると当然1のまま計測不能というですね、エラー表示が出たままになりますね。はい、でこの、1000キロ、イコール1メガオームなんですが、これを測るためには200キロオームのレンジでも測れない。この2000キロオームのレンジ。このレンジを選択する必要があります。この2000キロオームのレンジを選択してみます。2000キロオームのレンジを選択しました。はい、これで1000キロオーム、つまり1メガオームを計測してみます。963。まあ、若干の誤差はありますが、計測できていますっていう状況ですね。逆に、この今の2000キロオームまで測れるよという、状態で15キロオームの抵抗を測ったらどうなるかというのをやってみたいと思います。0、1、4なのでこれも14キロというのを、キロオーム単位なのでだいたい読めるということにはなるんですが、じゃあ1キロオームはどうなるんだっていうと、あ、一応1という数字が出てますんで、測れてますね。もう100オームになると0、0、0なんで、まあ、0オームというですね、数字になってしまうんですけど、0オームじゃないですね。これは100オームですね。はい。というようなことで、抵抗の値がわからないときは、まあ、この、上の方からね、2000キロオームあたりで測っていって、エラーが出るようだったら少しずつレンジを変えていくっていうやり方で、分からない抵抗の場合は測ることができるかなということかと思います。はい、本日はですね、ちょっと抵抗の測り方をやってみました。レンジの選択が、なかなかですね、難しいというか、抵抗が分かっている場合はこういう感じで選択できるんですけども、分からない抵抗を測る場合はどうすればいいのかっていうのは、まあ、いくつかのレンジで調べていって、数字が読めるところをレンジを探し当てるっていうことになりますね。はい、ということで今日はデジタルテスター抵抗の測定DT830B 激安テスターですね。テスターの使い方を解説してみました。